インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビューこの番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお送りしています、えー。YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストの各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、もう1月7日、お正月気分もね、ちょっと。 抜けた頃かと思うんですけど、はい、私あの12月の半ばぐらいにあの、はい、熊本に出張に行ってきたんですよそうインタビューでワーケーションを企画してる方とそれの参加者の方にインタビューするっていうので熊本の人吉に行ってきたんですけど<ー>めちゃくちゃ素敵なところで あそうなんだ熊本自体が僕もこういろんな縁ある人いるんでねたまに行きますけどまあ熊本自体がまず,まずいいイメージあるんですけど人吉って、まあ、名前知ってますけど全然イメージはないんですけど、まあ、特に真ナさんが言ったワーケーションするぐらいのところがすかなんかそのワーケーションのところからもう目の前がもう球磨川の急流が見えてでも全ての面がこう山に囲まれていてなんか昔は物資の 避難の場所みたいなこう隠れ家みたいな感じの場所だったらしくてただこうね熊本地震とかあと災害もあったからそう,、ね、そうまだ被災地の名残もあって復興してない部分も両方って感じだったんですけど、うん、なんかこう復興のこうみんなでやっていくぞっていう勢いもそうだし自然もそうだしっていうのを感じたんですけど私ね熊本に初めて行ったんですよ。 あ、そうなんだ帰りになんかお土産買っていこうと思ってあの人代行わかりますわかんないですなんか牛皮にあんこがくるまれてるはいはい、はい、お菓子お菓子<ー>めちゃくちゃ美味しくて僕ね和菓子ダメなんですよ基本的にえー、そうなんですかうんなんですけどそれを覆す美味しいさあ誰も食べます <laughs> <laughs> いやそう自分でお土産で買って美味しかったから、はい、もうさらにアマゾンで取り寄せしちゃったぐらいなんですけど、うん、そうなんだ あそれはよっぽどでですすねねね和菓子ななんです、ね、なんか、ね、いやあんこは好きなんですけどこんなこと言ったら日本和菓子協会ありそうだなそのまま <laughs> 会長から怒られそうですけど <laughs> っていうかまあ,あの要はね和菓子って結構そのお餅というかさうん、うん、おっち系にあんこ系が多いじゃん、うん、なんかもうもともとあんまりそういうお餅とかが食べられない好きじゃないプラスお雑煮とか食べないあ餅なし餅なしああ そうプラス、ほらなんかちょっと年取ってきてもなんか炭水化物を持たれるみたいな。ああ、その感覚わかんないです。まあでも、特にね、あのもうスイーツ女子とかだとね、特に和菓子好きだと、まあ、まだまだ若いし、だからおはぎとか、この方また日本おはぎ協会に怒られるかもしれないですけど <laughs> いや、美味しいんだろうなっていうのはわかるんだけど、<laughs> うん、すごいよね、だって白おにぎりにあんこ入ってるようなもんだよね。まあそうですね、要は、うん、まあもち米。まあでも好きな方多いよね、そうそう。 嫌いというより食べられないもなんかお腹が膨れちゃってい甘いものが嫌いなわけではない。の好きです。まあ、あご多分に申し上ほらおじさんみんな好きじゃないですか。あみ <ー S 2> んなちと怒られそうですけどね。ねうん、じゃそういう甘いもの好き系男子ではあるけれども和菓子が無理ってことなんですね。そう,そうだから昔あんまんとか好きでした、ね。<laughs> 美味しいですよね。特に冬の時期とかね。そう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 もうこの20年ぐらい食べてないですけどそう。あんまん美味しい,いです、ね。<ー>はい。ちょっともしよかったら皆さんもあの私の。 大推,し大推しのあの陣太鼓ぜひ食べてみてください。えー、ということでチェックしてみたいぜひちょっとお腹も空いてきてしまいましたがそんなところで本編に移っていいいきたいと思います、ねはい、で今回は前回に引き続き杉山王さんのインタビュー第2回ですね、はい、なんかチームラボね前回も話したんですけど、はい、私行ったことなくてうん、うん、でチームラボボーダレスじゃないですか。はい でこうインタビュー聞いた感じ杉山さんがこうボーダレスをすごい意識してらっしゃるような感じがしてチームラボの中でもそうだけど都市とかこう街ももっとデジタルアートと融合してみたいな雰囲気を少し感じたんですけど早川さんはそこう実際にチームラボボーダレスに行ってなんかボーダレスをど,どういうふうに感じましたかで <laughs>、うん、でもも、ま、も、あ、あ,あれですよよね前回お話し,したようにそもそ,もその動線がない ということもボーダレスだと思いますし、まあ、ないようでね、まあ、ちゃんと出口あるっていうところも面白かったんですけど、あとは何だろうな、まあ、いわゆるそのコンセプト的なところでいけば、なんだこれ、インタビューでも触れたかもしれないんですけど、ちょっとこれ、インタビュー見ていただかないと、全4回見ていただかないと、まあ、ちょっとわからないかもしれないですけど、一番ボーダレスを感じたのは、ん、なんかね、雰囲気がすごい不思議なんですけど、 そのまあ、デジタルミュージアムではあるんですけど、なんか海外にいる感覚を覚えてですね、えーで、それがなぜなのかインタビュー中には言語化してると思うんですけど、今ちょっと言語化したことを忘れてしまったんですけど、あ、あの、うん、ほら、えー、と特にこう日本にいると、まあ、日本人の国民性もあるかもしれないですこれはあくまで試験ですけど、基本的にはこう回ってくださいとか、 こういう箱の中でこうしてくださいみたいなってやっぱ安心安全じゃないですか。確かにである程度は当然日本人だからいろんなことって日常で想像つくじゃないですか。うん、だけどその海外行った時って全てが想定外じゃないですか。確かに予想できないですよね、うん、でで選択肢も無限にあるしその辺を、まあ、周りもあってですけどボーダレスのこのチームラボの、ね、デジタルアートミュージアムはやっぱり、まあ、ずっと話ししてるように動線が自由っていうのもありますし。 まうん、回り方もそうだし、楽しみ方も自由だし、なんかその辺が、こう、安心安全の日本の良さあるんだけど、でも、かなりフレキシブルに回れるみたいな、なんかその辺がね、鈴木山さんと話聞いてたあ、だからちょっと海外の匂いがしたんだ。でももちろん安心安全もあるよみたいな。久々にこの2年近く海外行けてないですけど、そういうのなぜかそういう香りを感じたっていうことが一つ。あともう一つ、ボーダレスっていうところで行くと、 ねうん、若干そのチームボーダレスうーんとチームラブボーダレスからずれますが、まあ、今回ね当然ですけどそのインタビューとしてはそのチームラブボーダレスの話はもちろん大事なんですけどやっぱ本質はねこう杉山さんがどういう人か。 えー、そして彼がね。うんうん、これから何を描いているかっていうことが非常に大事になってくるので、やっぱりまあ、今インタビュー。実際彼とのインタビューおいで今日時点だとこの12月某時点某日時点だとまだ10日ぐらいしか経ってないんですけど、やっぱり彼のね。生き方とか考え方全てがボーダレスなんですよね。やっぱ規制概念も全然とらわれてないので、なんかまあ、当然モリビルの中にもね。いろんな方いらっしゃると思うんですけど、うん、なんかいい意味で。 こうまあ、ご本人も言ってましたけどね、なんか、やっぱりちょっと異端な感じでね。まあ、ひょっとしたらね、当然森ビル自体がね、こう、やっぱりトップがね、アートとかにすごく理解がある、まあ、森美術館なんかもありますしね、あの、方なので、うんうん、まあだから当然その社風自体が、まあ僕の勝手なイメージでね、やっぱり森ビルっていうとね、すごく硬い <laughs> イメージがありますけど、ね、社風自体が実はそうでもないのかなっていうのもひょっとしたらあるかもしれませんが、やっぱその中でも彼は、 いたんだと思いますのでそういう意味で、まあ、ボーダレス個人的には、まあ、このインタビュー前回から今回そして次回次々回続きますけども聞いていただけたら面白いのかなというふうに思います皆様もボーダレスっていうキーワードを意識しながらインタビュー聞いていただければと思います、はいえー、それでは杉山王さんのインタビュー第2回をお聞きくださいそういう意味ではデジタルアートミュージアムじゃないですか、はい、アート実は美術館なんですよねそうです その、そういう意味で美術館って感覚がそ、その時もなくて。あ、でもそれは、はい。そういう方でいいと思います。でただ、はい、今話聞くと、つまり、僕もこういう美術館の仕事とかいろいろ過去のさせてもらった時に、はい、やっぱ頭でかちだったんで、とにかく例えば現代と分かんねえ。うん、でも、ある時いろんなアーティストの方にしたら、やっぱり分かるんじゃなくて感じろみたいに言われたり。うん、まあ、それもいろんな考え方あるんですけど、はいはい、だからな、なんて言うんでしょう。 まあさっきの話でそのさまようとか言語がなくても、すごくまあ感じて楽しめたんで、はいうん、あ,あやっぱりここ美術館なんだなっていうのなんか今杉山さんの話も聞いてすごい感じました。うん、一応まあコンセプトのボーダレスっていうのは、まあチームラボが掲げているコンセプトなんですけども、はい、まあ今回のこのミュージアムって、まずあの館内に入るとお客様が映像に包まれますと、はい、その映像の一部に自分自身がなることによって作品が完成するんですね。お客様と 作品との境界線がなくなる世界を作ってます。はいはい。あと、もう一個は、絵画だったら、絵と絵っていうのは当然混じり合いませんけど、はい、今回のチームラボの作品っていうのは、カラスの作品が部屋を出てって、他の部屋で飛んでって、つまりなんか作品と全然混じり合っていくんですね。はいはい。そういう形でボーダレスっていう概念を空間を使って表現していて、うん、そもそもなんかあの、あ<ー>今世の中にある様々な 例えば、ま、国境であったりとか、ルールとかっていうのは、全部、人間が決めた、そうですね。ものじゃないですか。すねうん、本来であればないもの。うん、ただ、それが、もしかすると、分断を生んだりですとか、差別を生んだりとかしてるけれども、本来地球とかっていうのは、この世っていうのは全て、ボーダーがないもの。ね、ボーダーがない世界っていうのを、アートとして一応表現してるっていうのが、ま、コンセプトになります。なるほど。でもなんか、はい、 まあ、まさに時,時代性ですよね。そこのところで初めて、うん、それ自体が時代性ですけど、そ,ね、その後イメージもコロナになって分断みたいになって、でも、はい、コロナ全員の話ですよね。ボーダレスだからみたいな。そうですね。すねいやだからなんかすごい不思議だなと思うんですけど、でもやっぱりなんか改めて伺いたいんですけど、そのね、あのボーダレスをその成功を収められて、そのまあ、できた時もそうですし、1年経った後とかもその230万人突破とかでいろんなね、メディアの取材を受けられたと思いますけど、はい、まあある意味ね、この、 三年半経った。はい、まあ今だからこそ、まあ言えることとか感じること、別にそれはなんかオフレコの話っていう意味でもいいですし、そうじゃなく、はい、改めて三年経つと、なんか当時とか一年がこういうことを思ってるとか話してたけど、ちょっと今はまた違うことに気づきつつあるとか、まあ特にね、さっきからあったり、はい、くしくもこのコロナ禍で、まあどう変化、進化したのかとか、うん、当初多分外国人の方のお客様すごい多かったと思います。なんで今はね、物理的になかなか入ってこれないとか、まあその辺も鑑みて。あの、そういった意味で言いますと、本当この、 3年間の間に感じたことで言うとですね、はい、ある程度、その、今作ってるミュージアムっていうのが、完成形の一つだと思うんですね。はいうん、ただ、なんかまあ、僕がずっと思ってることの一つに、都市とか町を楽しくしたいっていう気持ちが、ずっと持ってまして、まあ、なので、まあ、森ビルっていう会社で働いてる、うん、いるんですけど、なんかもともとは、あの、テクノロジーとかアートを使って、はい、 街とか世の中をもっと楽しくしたいし、はい、アート作品っていうのは作った作家の考え方をちゃんと理解するような、他人を理解するようなものだと思ってるんですね。うん、価値観とかを。はい、まあそういったものがどんどん広がっていって、うん、街全体が楽しくなればいいなというふうに思っている中で、うん、このデジタルとミュージアム、すごく大きな世界、はい、作れたんですけども、うん、これをやってみたらさらに欲望としては、うん、もっと大きなものを作りたいとなりましたし、さらに言うと、 この箱に閉じこもってない世界を、うん、このデジタルとミュージアムを、うん、壁を取っ払って、うん、街全体がこういうミュージアムになるような世界ってものが作りたいとなってきました。それは、こう1年目とか2年目とかではそこまでは思ってなかったなんかまあそうですね、ある程度やりきった感があったので、うん、当時は。うんうん、今はますます感じてますね。うんうん、1>, 1年前にはあまり想像してなかったんですけども、うん デジタルとミュージアムがある程度完成して、はい、この世界の中ではボーダリスな世界が表現できたと。ただしまあ自分がやりたかったことっていうのは、うん、街とかその生活空間すべてをアートとかテクノロジーによって楽しくしたいっていう気持ちで、まあ森ブルという会社に入って今アートイベントをやってるんですけれども、はい、よく言えばこのミュージアムの世界をさらに拡大し、うん 街全体が、こういったボーダレスのような、はい、楽しい空間にできたらいいなというふうに思うようになってきました。うんうんうん、それは、あの、表現症が別にこれと同じっていう意味ではない。じゃないですね。すね本質の部分ですよね。はい。はい、あなるほど。いや、まさにね、まあ今、箱とか都市って話も出てきて、はい、今日はやっぱりこう、人と都市の本質というかね、もうまさにそこの話に入ってきましたけど、はい。これ、杉山さん覚えてらっしゃるかなボーダレスその開館1年の時のどこかのインタビューで、 なんか、あの、やっぱり箱作りだけでは魅力に欠けると。うん、で、ソフトで人を引き付ける街づくりって、まあ、まさにその通りだと思うんですけど、はい、で、デジタルアートミュージアムはまさに今の話で、その意味で、まあ、何が楽しめる街なのかっていうのの,の、特別な魅力なのかっていうのに胸を張って、こう、なんだろう、答えることができるソフトとして大きな成果があったって語られてるんですよ。はい、であったんですけど、その答えっていうのは何だったんでしょうかねっていうのを、今、2年経って。やはりあの、今って、うん デジタルがすごく便利になって、はい、そこの場所に行かなくても、あたかもそこの場所に行ったぐらい知識を得ることができますし、はい、人と人が離れていても会話できる時代になったじゃないですか。はい、でもこのミュージアムは、あえてこの場所に来ないと得られない価値っていうのを提供することに成功できたからこそ、はい、世界中から皆さんが訪れたんだと思うんですね。なのでそこの、 ここの場所に来ないと経験できない価値をいかに提供し続けていくかってことが、うんうん、あの都市の魅力アップには重要なポイントになってくるんだと思います。はいはいうん、つまりもうリアルが絶対っていうこと若干違う。<laughs> まあ、あの、僕はどっちも好きなんで、はい、あの、片方だけがっていうことではないんですけども、うん、リアルにはリアルの良さがあって、はい、やはり人間が肉体を持ってる以上は、うん、あの、リアルな 空間の素晴らしさっていうのは、やっぱり、はい、あの、必ず求められるべきですし、うんうん、そこになんか幸せを感じるんだと思います。はいはいはい。なんかそういう意味では、こう、多分今、 ちょっと言語が難しいかもしれないですけど、はい、杉山さんがおっしゃってたのは、まあ、リアルかオンラインかっていうことより、ちょっともうちょっとさらに交渉の話だったと思うんですけど、はい、な,なんて言うんでしょうね。やっぱりこう、ちょっと今日、まあこ、個人的な感覚もかなりあるんですけど、やっぱりコロナ禍でも、当然都心でもいろいろ箱ができて、はい、きてる。あの当然、はい、森ビルとしてもいろいろ作っていくと思うんですけど、はい、やっぱりなんかソフトも、はい、やっぱりコロナの影響はあってか、なんかこれだっていうようなものが、うん、やっぱり感じられないかなって思うんですね。うん、で、もっと言うと、 そもそも街や人の、やっぱり空気が、その取り戻せないと、コロナでどんなに箱とかソフトが形状できても、空気を取り戻すという、まあ空間、空間、いや空気ですね。特に日本人ほど空気が大事な。そうですね。その辺ってこう、なんか本当にいい都市とか空間って、こう箱とかソフトじゃなくて、まさにその空気空間がすごくいいなと思うので、アートも建築もまさにそこだと思う。なんかその辺、まあ森ビルとしてというより、杉山さんとして。 あの、本当、僕も感じてることなんですけども、ちょっと前であれば、うん、不動産価値っていうのは、スペックで決まっちゃってたんですね。うんうん、あの、駅からの距離が何分で、はい、そのビルのグレードによって、じゃあ家賃いくらと。でも、そういう時代じゃなくなっていて、はい、そこにどんな人が集まっているか、うん、そこに行けばどういう出会いがあるかっていうことが、街の価値になってくる。そういう時代になってきたと思ってます。はい、じゃあ、その、アイデアを持った人たちが集まるような、 仕掛けををどう変しててててていいくくかっっことが選ばれる街を作る街作上ですごくポイントになき僕はですね、あの、文化とかアートっていうのがそれを人を引き付ける力になってると思ってます。はい、これは先ほどなんか人間の本質みたいな話があったので、はいうん、あえてそこからお話しさせていただきますと、はい、どうしても人間っていうのは本能的といいますか、うん、群れで生活する動物だと思うんですね。うんはい、で、群れの中で生きていく以上は、そのチームの中で、 自分の役割を他者から認められて、うん、で、共同して何かを作り上げることが幸せにつながっていくと思います。そういうものが人間の DNA に入 DNA の中に入っている以上は、うん、その他者と一緒に何かを作ったり、他者を認め、自分を認め合うっていうこと自体を促進させる装置が僕は都市なんだと思ってるんですね。うん、なるほど。で、それはオンラインとかでもある程度できるものだと思うんですが、はいうん やはりフィジカルな肉体を持っている以上、組織、うん、の中でそういう新しいアイデアを持った人と同じ感覚を持ったコミュニティの中で、はいえー、築き上げて新しいものを作っていく喜び。うん、まあそれを促進させていく。うん、ま,あまさに人間,人間の可能性を追求する。はい 装置ととしててがあるんじゃないかと思ってますその中でまさにね、その森ビル自体も当然東京のど真ん中、まあ、ど真ん中、はいうん、六本木にもあって、そして杉山さんも、まあ、東京まで東京育ちみたいなところで、はい、まさにその東京をね、ある意味誰よりも知り尽くしてると思うんですけど、その杉山さんから見てどう、どうなんでしょうもちろん、こう、公人としても、その詩人としても、はい、その東京を魅力あるっていうところにしていきたいと思うんですけど、やっぱりこの、このコロナだからしょうがないって言えばしょうがないんですけど、やっぱりこの空気とか、 ま、一人で取り戻せるものじゃないと思いますし、なんかその辺。そうですよね、なんか。どう向き合うかというか。うね、か僕はですね、あの、東京の魅力とかっていうのを、うん、ま、世界にアピールするときには、何かのやっぱり本場になってる必要があると思うんですね。本場。本場。はい、今ってあの、いわゆるクールジャパンみたいに言われてるじゃないですか。日本の現在進行形の文化って。漫画、ゲーム、アニメ、うんはい、かわいい。で、それは、なんで日本が世界に誇れる文化かっていうと、 海外からゲストが日本に来たときに、はい、いわゆる秋葉原とか池袋とかっていうアニメとかゲームの本場があります。はい、ファッションも原宿に行けば本場がある。このミュージアムを作るときに考えたことなんですけど、うん、こういったまあデジタルアートって、日本人のまあアーティストが世界でも活躍しているにも関わらず、はい、日本が強い分野なにも関わらず、うん、日本に本場がなかったんですね。なので、ちょっとまあ、森ビルデジタルアートミュージアムっていう、はい、 カンムリを説明として付けさせていただきましたけど、うん、世界に先駆けて、デジタルアートのミュージアムを作るんだっていう意思で、うん、東京に、その、なるほど。カンリを付けさせてもらいました。はいはい、1920年に、はい、20年代に、ニューヨークにモマができたんですね。ああ、はいはいはい。で、もともと、現代アートって当時、何ぞやっていう時で、うん、まだ分かってない時に、<laughs> なるほど。モマって、現代アートのミュージアムっていう名前なんですよ。うん、あ,あ、そうか。 もうって、モダ,モダン。それまでは、人の名前か地名の名前でボストン美術館とか、そういう名前だお美術館のところを、あえてカテゴリーで宣言した、うん、現代アートの美術館って。はい。それによって、今は、ニューヨークが現代アートの中心になったみたいに、はい、本場でなってますよね。なってますよね。なんかデジタルアートとかっていうものの本場が東京になればいいかなと思って、そういった施設を作った、説明書にしたっていうのは、当時考えていたことですね。 そうか。ちなみに、こう、今さらですけど、はい、そのデジタルアートっていうと、まあ僕も逆にここで見て、はい、もちろん斬新だ、新鮮だったけど、でももちろんどこかで見た感は全くないんですけど、デジタルアートミュージアムっていうと、なんかもうすでにだからあった感があるんですけど、他どっか、まあ全くないことないでしょ海外とか。あのー、海外とかでないことはないですけど、圧倒的に大きさは大きいですね、ここが。あとまあ、そうですね、差別化という意味で言うと、まあ、うん 際立っているかもしれませんね。そうですよね。うん、まあ今、都市の話出てきましたけど、はい、こう、他のインタビューでですね、やっぱりこうね、はい、今、コロナ禍で東京をね、出る人が、まあ震災の時もそうですけど、脱東京みたいなのがあってね、人が多いけど、なんか、空気がみたいな感じたりする。まあある意味、えー、表面的にあえてちょっと意地悪に言うと、東京にとっては結構そういうネガティブな要素もありますけど、うん、実際のところ、 まあその杉山さんがそのポジションにいるとかを、まあ、あえてポジショントークって言わせますけ、うんはい、それ全部無視して。無視して。えー、なんかどう、どう思います本当の意味で東京の、まあまあ、可能性もそうだし。なんかももちろん何もしないとやばいかもしれないけど。はい、どうですかね僕なんか、徹底的に、まあよくガラパゴスって言葉って、ちょっと悪い意味に捉えられてるじゃないですか。はいはいはい、そうです、ね、特に日本はね、はガラパゴスだみたいな。なんかもう、僕は東京はもう振り切ってしまって。なるほど。 徹底的にガラパゴスした、あの、面白い都市を目指すべきかなというに思ってます。さっきあの、ゲームとかアニメとかって話ありましたけど、この間面白かったんであの、フランスの国境かなんかで、女の子が、小学生の女の子が保護されたんですよね。その女の子は、国を脱走するみたいな形になっちゃったんですけど、この理由っていうのは、日本に行けば、ポケモンに会えるからと思って、 こっち歩いてるのよって言ったらそうなんですよ。ある意味日本に向かってたと。そう。<laughs> 要するに、さっきあのなんか、はい、変な妄想で僕言ってた、うん、AR の話とかってあるじゃないですか。はい、もちろん日本がですね、ファンタジーとしてのアニメとかゲームとかのダイバーシティを受け入れて、うん、日本に来るとそういうようなアートとかアニメとかがたくさんあるような、うんうん 国だというようなブランディングをすることによって、なるほどガラパゴスできるんじゃないかなと思ってますああ。それは際立ちますね。ファンタジーも含めたダイバーシティですね。多分これからリアルとデジタルが重なっていく世界になってきますから、かはい、そうなると様々なキャラクターですとか、うん、もしかすると、東京に、東京というか日本には歴史が長いので、うんはい、土地固有の言い伝えですとか、うん、坂一つに対しても伝説,がこ伝説が残ってもるじゃないですか。はい まあそういったものさえもコンテンツになり得ますので、うん、日本には様々な土地に由来したファンタジーがあって、そのファンタジーさえもコンテンツになれば面白い年になるんじゃないかなというふうに勝手に思ってます。まなるほど。エンディングのお時間です。 インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。えー、エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください、えー。またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です、えー。今月のライブは1月の26日水曜日夜19時からです、えー。たくさんの質問を募集しております。そして早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェの 1>, 1月の19日水曜日の19時から Zoom にて開催されてます今月は何の本をテーマにお送りするんでしょうか今回はジェンマエル・ウィン・ハリスさんの世界一素朴な質問宇宙一美しい答えということでですね、えー、子どもたちから寄せられた、えー、いろんな100の質問ですね科学哲学 えーまあ、いろんな質問にその,せその道の第一人者が世界中から答えていくというですね、まあ、非常にエキサイティングな本を取り上げたいと思っています QR カフェともリンクしてますね、質問っていう部分そうですね。クエスチョンとリーディングということでぜひそういう意味でも楽しんでもらえたらなというふうに思います。 はい、1月の19日の水曜日夜19時から Zoom にて行われるので皆さんぜひお申し込みも概要欄の URL からぜひチェックしてみてください。はい、ということでお別れの時間がやってきましたがなんかさっき早川さんあのいつも曲紹介してるじゃないですか早川さんカラオケとか行ったりしないんですかまあし,ますしますというかこのコロナ禍では行ってないですけど歌うのは大好きなんで、あのー、あそうなんだそう,そうえマナさんは え私も行きます一人で行きますむしろあ一人カラオケですか全然、はい、そうなんかそれはさすがに憧れ憧れっていうかあるんですけどなんか、まあでもそかコロナ中でもそれはむしろ行けるかうん<え><私>行きましたこのコロナ中になってから一人カラオケ行きましたあのー、あと私深夜とかに一人でこう行っちゃうんですよあそうなんだ周りに聞かれる方がちょっと緊張しちゃうから。 あでも、親しい友達とかだったら別に平気。できます、いきます。いいですね。じゃあ、コロナ落ち着いたら行きましょうか。ね早川さんの歌声が聴ける日を楽しみにしております。喉に閉してなんでケア入ってんのか分かりませんが、はい、<laughs> はい、それではまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さよなら。 I could dream and when you smile through the screen I wish you could be with me So I lay my head to rest when the sun is right